警備隊とは、海上自衛隊の部隊の一つである。警備隊は、海上自衛隊の各地方隊におかれ、海上自衛隊施設の警備、隊員の規律の統一、施設の防火及び、火器の取り締まり、港湾施設の運用、支援船の管理及び、運用、港湾及び、水路の安全確保、機雷その他の海上における、危険物の探知及び処分などを行う。 警備隊の長は警備隊司令と言い,い、一等会社を持って当てる。司令は地方総監の指揮監督を受け、警備隊のタイムを統括する。なお、霊下には、上記の任務を行う、地上部隊のほか、ミサイル停隊、多用途支援艦特務艇、輸送艇、水中処分母船などの水上部隊を有するが、警備隊司令はこれらを必要に応じて、ホースプロバイダーとして、 護衛艦隊や地方総監などに提供する。警備隊本部は、指令の行う警備隊のタイムの総括に必要な事務を行う。陸警隊は、陸警隊長を部隊長とし、海上自衛隊施設の警備、隊員の規律の統一、施設の防火及び下記の取り締まり、礼放題の管理及び運用、警備権の管理及び運用を行う。港務隊は、 港務隊長を部隊長とし、各種支援船を指揮下に置く。港湾施設の運用、感染の病地の指定、感染に対する便宜供与、支援船の管理及び、運用、港湾及び、水路の安全確保を行う。護衛艦の入港を支援する、舞鶴港務隊、U と72及び U と02水中処分隊は、水中処分隊長を部隊長とし、 水中処分母船1号が体積を指揮下に置く。機雷その他の会場における危険物の探知及び処分、水中機材の調査、水中処分隊に配属される支援船の管理及び運用を行う。沖縄水中処分隊による爆発物処理多用と支援艦は日ち型多用と支援艦艦長を部隊長とし、警備隊直轄指揮下に置かれる。 警備隊の各種任務を行うほか、必要に応じて護衛艦隊などの指揮下に入り、任務を行う。多用都支援艦、日ちミサイル艇隊は、ミサイル艇隊指令を部隊長とする。佐世保警備隊、舞鶴警備隊に置かれ、それぞれ、はやぶさ型ミサイル艇2隻を指揮下に置く。警備隊の各種任務を行うほか、必要に応じて護衛艦隊などの指揮下に入り、任務を行う。 なお、例外として、大港警備区に配備されている。第1ミサイル停隊については、余一防備隊令下に置かれている。第2ミサイル停隊特務艇は、橋立。艇長を部隊長とし、警備隊直轄指揮下に置かれる。横須賀警備隊のみに置かれる。警備隊の各種任務を行うほか、必要に応じて、護衛艦隊などの指揮下に入り、任務を行う。橋立。 輸送艇は、輸送艇1号型。艇長を、部隊長とし、警備隊直轄指揮下に置かれる。横須賀警備隊、佐世保警備隊に置かれる。警備隊の各種任務を行うほか、必要に応じて、護衛艦隊などの指揮下に入り、任務を行う。輸送艇2号5つの警備隊は、それぞれ地方総監部所在地に置かれている。警備隊の編成に関する訓令。 防衛省情報検索サービス防衛省2020年12月8日閲覧10月14日観音崎霊峰台にて観艦,艦式招待国海軍艦艇に対し行われた霊峰発射の様子をお届けしますフェイス b 防衛省海上自衛隊公式海上自衛隊2020年12月8日閲覧ありがとうございます